こんにちは、遠藤です。ブラックスクワット。新マップの VBSS をやっておきます。これは、チームデスマッチだね。の、なんか爆弾が使えない。もう純粋に銃だけで撃っちゃうようなルールですね。純粋に銃の腕だけで勝っていくっていう。そういうマップです。でもここね、雰囲気がなんかいいんだよね。とても銃を撃っちゃうようなマップではないと思うんだが。どうなんだろうか。で、敵がいないぞ。まだ一人も見かけていない。さて、どこかな？お、そろそろ歩ってる。後ろから頭を打っていく。ここ敵のリスポーンだね。あ、やべ、見かった。無敵時間のやつに見かった。で、上がってくるでしょ、どうせ。上がってきたところ、ヘッドもらっていく。で、アップデートでね、マップが2つ追加されました。で、1個がこれで、もう1個がなんかアイシクルっていう、違うモードかな？占領の2箇所大きく敵がいて、狙っていく。奥にいたね。待ち込まれてる。で、ショットしていく。このマップはね、まあ、上下、二つルートがあって、ただ、あんまり裏取れるようなルートはないから、まあ、正面の打ち合いが多いかな。そんなに裏取れるようなところではないかな。まあ、唯一あそこ。もっと下に敵がいるぞ。いつの間にこんなとこまで来てたんだ。エミリアって書いてるね。ここがね、まあ、裏っちゃ裏なのかもしれないけど。二人いたね。ちょっときついか。有利ポジションで待機。あ、味方がやってくれたね。じゃあちょっと進んでみますか。おっと、いるね。一人いますね。急に出て、撃っていく。おっと、奥に一人。あー、やられた。厳しい。AK か。あ、武器もね、なんか一種類。武器一種類しか追加されてないんだよな。なんだっけな、ドラグノフ ?SVD が追加されたんだけど。そんなのいらないよ、俺。なんか AR とかさ、もっとね、サブマシンガンとか追加してほしいよね。ハンドガンも結局まだ、やられちゃった。デザートイーグルの一丁しかないんだよ。もうちょっとね、ハンドガン。まあ、増やしてほしいかなっていう感じですね。で、奥にいるやつをやっていく。でね、今の場所はね、何も覗いちゃいけないんだよね。スナイパーがいたら一方的に負けちゃうんで。で、場所、おっと？奥に人がいる。そう、ここがね、強いんだよね。こっち側は。この辺に待機して、ここから出てくる敵を。落ちつつ。おっと、二人いる。一人やって、逃げていく。もう一人。ああ、味方がやってくれた。ナイスですね。おっと？おぉ、やられた。あ、プールはね、いいね。あのプール水溜まってたらなんか良かったんだけどな。水溜まってたらちょっと面白かったんだけどな。あ、でも天気がいいね、このマップは。結構、まあ、こう考えてみたらそこそこグラフィックもいいね。無料とはいえ結構面白いんじゃないですか。で、41対42、拮抗してますね。で、左奥に、あれスナイパーかな。覗かない方がいいですね。おっと、上にもいる。さあ、どうだ？いけるか？あー、やばい、奥のスナイパー。違うな、AR に普通にやられたな。結構、あの奥有利ポジションだと思うけど。食べ抜きできるんだよね。おっと、下に人がいる。一人やって、奥にもいますね。味方がやった。ここちょっと乗っていきましょうか。お、いいね、いいね。これ、いいのか、ここ。場所的にはあんまり良くはないな。ちょっとこれは、早めに、降りておくか。よいしょ。で、奥の敵を、あー、やべ、スナイパーだよ。来たよ。あれね、きついんだよね。そこにいられちゃうと。さて、おっと、抜いていく。奥にいる。見られた。ちょっと場所を変えた方が良さそうですね。左にいる。あいつを近距離でやっていきますか。そこそこ、ほら！うわ、結構被弾しちゃった。で、ここから、さらに奥の敵を、撃ち続けてて、見つかったを押す。まあ、相変わらずこの銃使ってますよ。M4 だっけ ?HK416 だっけ。ああ、やられた。
まあそろそろ違う武器も使ってみたいっすね。まあ最近はこれ使ってるか、バクがやってる時はもう MP7 とかサブマシンガンばっかりだね。74対80、残り3分。よ、あーマジか。ようやくねこの M4 の反動にも慣れてきたんだけど、たまにミスるんだよね。なんか相手の頭の上にめっちゃ集団するからさ、もうちょっと下げなきゃダメだよ。奥に敵いない。もうここで見るとここえんだよな。おお、相手出て出て、あ、なんか使ってみ、ラッキーショット2連発でヘッド抜いてく。で、上に敵がいるが味方がすごい見てくれてるんで、まああっちはいいかな。後ろがすごいね、盛り上がってるね。いいっすね、みんな盛り上がってますね。出てきたやつを、うわー、やられた。マジか。今のは自信があっただけにちょっとショックだ。で、スナイパーか。あー、マジか。行ったそばから。いや、しっかり見てんだね。やめましょう、あっち行くの。お？ここから見るんだったらなんとかいけそうよね。おわ、つか、いない。誰もいないし。誰もいませんね。さあ、横から見て。行くの？一人をやって。もう一人いない。おっと、そこの階段から登ってくのか。上に一人いる。味方がやってくれたかな。お、結構こっちが勝ってきたぞ。一人やって。ここね、やっぱここ強いわ。この景色もいいし。もう最高だね、ここ。この場所で出待ちをして、あ、やべ、いや、あそこの上はきついな。ちょっと頭一個だと、この距離だときついか。一人いる。いるぞ。出てこない。出てこい。おっと、肩だけ出てるぞ。肩を打ち続けて、あ、押してく。出ないんだね。おっと、びっくりした。ヘッド抜いて。なんかすげえラインが上がってきて、あれ、後ろに敵のマークがたくさんついてるけど。もう一人。おっと、壁抜き判定。手前のドアかな。あ、そっちか。そっちはもうすげえ行ってるな。つか、人数めっちゃ増えてんじゃん。あ、もう10対10ぐらいになってんな、これ。一人やって、で、ここの奥にいるやつを、いない。まだいないか。俺が覗くときいつもいないんだよな。ここか。おぉ、びっくりした。もう一人。キルして、でさらに奥の方に一人いるのでやって、あ、やばい、見られたね。あいつをやっ、どうしようかな。おっと、やられたぞ。カバーに入る。上に、階段の上にちょっと人がいたぞ。また登ってるね。いない。そっちにもいないか。おっと、あ、終わっちゃいましたね。124対50っていうことで勝ちです。まあ、マップ的にはそうだな。まあ、グレネードがないからね、純粋に銃で遊べるっていう点では結構面白かったかもしれないですね。ほう。お、30キル。トップ取っちゃいましたね、今回は。はい。ということでね、VBSS でした。次はアイシクル、新マップ、もう一個の方やってきますか。